はい、基本月額と言われるものを計算するにあたりまして、65歳未満の方の場合と65歳以上の方の場合は、計算の仕方が変わってきます。で、65歳未満の方の場合は、特別支給の老齢厚生年金と言われる年金を12で割ったもの、これが基本月額です。で、65歳以上の方の場合は、老齢厚生年金の報酬比例分を12で割ったもの、これが基本月額となります。で、65歳以降の方の場合ですね、配偶者可給年金額とか経過的加算額と言われるものは含まないで計算をします。で、基金代行額がね、もしある場合は、これは年金額に含めて計算をします。